どうもケンティです。今回の動画はこちら。今が始め時おすすめアプリゲーム特集。周年やコラボなど豪華なイベントを開催していて、今が始め時なおすすめスマホゲームを紹介するコーナーです。1月のおすすめアプリ特集第1弾の今回は、年始から豪華な周年やコラボイベントを実施するスマホゲーム計6タイトルをご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。バルキリーコネクトエヴァンゲリオンコラボ。 A チームさんから配信中の北欧神話をベースとしたハイファンタジー RPG。 壮大なストーリーや充実のキャラ育成システム、ボタンタップのみで進行するシステムを採用したバトルでは、スキルやリミットバーストの使用タイミングを指示して爽快バトルを楽しめます。そんなバルコネは1月10日より大人気アニメエヴァンゲリオンとのコラボを開催中。作品からシンジ、レイ、アスカ、カオル、マリの5体がコラボ限定衣装で登場。シンジ君はコネクトバトルに挑むイベントを進めることで無料で入手可能となっています。その他のコラボキャラはガチャで登場します。このコラボキャラクターは期間中にボイスを聞くことができます。その他、シンジ君たちが異世界でとある親子を救うオリジナルストーリーが楽しめるシナリオクエスト、期間中いつから回し始めても最大220連を無料で回せるエヴァンゲリオン無料ガチャ、コラボ限定キャラやダイヤ、限定装備などを獲得できるログインボーナスを開催。さらに本コラボを記念してゲームを開始すると超強力な星5装備を一気に30種類入手できる最強装備プレゼントキャンペーン、毎日コネクトバトルやメインクエストに挑戦することで最大1000ダイヤをゲットできる初心者ダイヤチャレンジ、本作に14日間以上ログインしていなかったユーザーを対象に豪華なアイテムをプレゼントするカムバックログインボーナスを開催するなど、これから始める方や復帰勢にぴったりな内容の豪華キャンペーンを多数開催しており、まさに始め時となっています。気になる方は概要欄からダウンロードしてエヴァコラボからバルコネ始めてみてはいかがでしょうか。妖怪三国志国取りウォーズ。レベル5さん、光栄テクモゲームズさんから配信中の大人気 RPG 妖怪ウォッチと三国志の世界観が融合した国取り戦略 RPG。 ジバニャン・ルービーをはじめとした武将妖怪に三国志の武将たちを元にした軍マシンをセットして軍勢を編成、舞台ごとに前衛や後衛を操作したり、戦況を見極めて必殺技の発動をしたりといった指示を行うシンプルながらの奥深いバトルで、プレイヤーたちが複数の勢力に分かれ国取りを行うマルチバトルや妖怪ウォッチらしさあふれるストーリーを楽しめます。そんな妖怪三国志は2022年1月11日で4周年、それを記念して超豪華キャンペーンを開催中です。妖怪ガシャ、軍マシンガシャを週替わりで毎日10連、最大420連のガシャを無料で引くことができます。また初回ログインでフーニャン曹操がもらえ、期間中はゲームの様々な場所で絆を獲得でき、限界突破マックスまで強化が可能となっています。さらにこれからゲームを始める方、復帰勢へ向けた特別ログインボーナスを実施。10連ガシャチケットや好きなキャラクターを選んで獲得できるコインなど、豪華なアイテムを初めてすぐに入手できる始め時な内容となっています。気になる方は概要欄からダウンロードして4周年の機会に妖怪三国志始めてみてはいかがでしょうか。白夜直行小林さんちのメイドラゴンコラボ。テンセントゲームズさんから配信中の個性豊かな皇霊と呼ばれるキャラクターを、4色のマスで区切られたフィールドを一筆書きの要領でなぞってつなぐことで指揮するバトルシステムが特徴のラインストラテジー RPG。 そんな白夜直行は1月13日よりリリース以来初のコラボとして、人気アニメ小林さんちのメイドラゴンとのコラボイベントを開催中。コラボ皇霊が輩出されるコラボ限定招集でトール、カンナ、ルコア、エルマが登場。そしてログイン1日目でファフニールを獲得することができます。さらにコラボイベントメイドラゴンの休日を進めることで、エルマかルコアを選んで仲間にできるメイドラゴン選択箱が獲得可能となっています。その他、白夜極光初のコラボ開催を記念してコラボ限定招集を無料で20連分引けるアイテムなど、様々なプレゼントを予定しているとのことです。気になる方は概要欄からダウンロードしてメイドラゴンコラボから白夜極光を始めてみてはいかがでしょうか。アップメディアでは白夜極光攻略域を運営しておりますので、概要欄からチェックして参考にしてみてください。アークナイツ。ヨースターさんから配信中のタワーディフェンスゲーム。惑星テラで起こる争いを軸に展開する重厚なストーリーと、個性豊かなオペレーターを最大12体でパーティー編成しマップに配置していき、スキルなどを駆使して進行してくる敵を迎撃するシンプルなタワーディフェンスを楽しめるタイトルです。そんなアークナイツは2022年1月16日でグローバル版のリリースから2周年、新サイドストーリードスストレスホリデーが開催。アークナイツの水着イベントとなっており、新オペレーターをはじめ水着姿の新コーデが登場しています。またイベント中にログインするとドストレススクラッチというくじを引くことができ、結果に応じた合成玉を入手できるほか、
イベント中に入手できるアイテムを集めることで様々な報酬を獲得することができます。さらに新オペレーターなどが登場するリミテッドスカウトホリデースターズは期間中にログインすることで10回スカウト券がもらえるほか、さらに期間中は1日1回無料スカウトが可能となっています。そして2周年記念としてログインするだけで星5サベージが加入、さらに対象の星5オペレーターの中から好きな一体を選んで入手できる星5将兵指名権、オペレーター指名権が配布されるので、初めてすぐに強力なオペレーターを複数獲得できる、まさに初め時な内容になっています。気になる方は概要欄からダウンロードして2周年の機会にアークナイツ始めてみてはいかがでしょうか。シロトドラゴンニャンコ大戦争コラボ、アソビズムさんから配信中のリアルタイム対戦ストラテジー、タップするだけでキャラクターを出し、スキルなどを駆使して相手の城を攻める最大3人のプレイヤーで楽しめるタワーディフェンス形式のバトルと、個性的なキャラクターの育成、お城の開発などのストラテジー要素も楽しめます。そんな城ドラは2022年2月5日に迎える7周年の前夜祭として、ボノスさんから配信中のニャンコ大戦争との復刻コラボイベントを開催。期間中にログインするだけでルビー最大2222個、なんと222体のレアアバターなどの豪華報酬を入手できるログインボーナスを開催。コラボのアバタマには限定キャラネコムートや限定お着替えなどが登場。さらにルビーやお着替えをさらに入手できるミッションやレア領主攻撃討伐イベント、ニャンコ軍団を迎え撃つ襲来イベントなどを開催する盛りだくさんな内容となっています。2月も7周年を迎え、さらに豪華なキャンペーンが開催されることが予想されます。気になる方は概要欄からダウンロードしてニャンコ大戦争コラボから白ドラプレイしてみてください。パワプロアプリ遊戯王コラボ、コナミさんから配信中の大人気野球ゲーム実況パワフルプロ野球をスマホで遊べるタイトル、パワプロで人気の選手作成モードサクセスを様々な学校を舞台にしたストーリーとともに楽しめるほか、作成した選手でチームを編成し、他プレイヤーが編成したチームとの対戦も楽しめます。そんなパワプロアプリは世界的に人気のカードゲーム遊戯王のアニメ遊戯王デュエルモンスターズとのコラボを開催。期間中アプリ内で3つのミッションをクリアすると対象店舗で遊戯王オフィシャルカードゲーム限定カード2枚を先着20万名にプレゼントするキャンペーンを実施しており、その他のゲーム内イベントは収録時点で明らかになっていませんが、1月16日に配信を予定している公式生放送にて発表を予定しているとのことなので、気になる方は概要欄からチェックして遊戯王コラボからパワプロアプリ始めてみてはいかがでしょうか。ということで今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。皆さんの気になるアプリや動画の感想、動画で紹介させていただいたタイトル以外でも今始め時だよというスマホゲームがあればそちらもぜひコメントで教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは様々なゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。